<laughs> どうも、ボビー・アトレザーのボビーです。ねえー、<laughs> たまにあるんよね、これ。マイクをね、セッティングして、全部やってからじゃないとあかんのにね <laughs>、まあ。ボビー・アトレザーのボビーです。<laughs> 大阪のですね、ボビー・アトレザーのアトリエからですね、お届けしております。で、えー、今日は火曜日ですかね、えー。ということで、作品の話。でね えー、昨日の、まあ、前回はですね、えー、経年変化と経年劣化っていうねレザーのそれについて、まあ、僕の,あの考えというかあそういうことをですね、まあえー、少しだけねお話しさせていただきました。で、えー、<laughs> まああのー、アーカイブで、ね、ご覧の方は先、ね、始まる時に音せえへんやんかって、ね、言ったかもしれないけどまあ まあこんな感じで、すべてがライブなんでね。<laughs> 今日はですね、作品の話ということでですね、6はぎレーザーキャスケット棒。あれですよ。レオパードブラウンとね、ブラック。これについてですね、少しねお話しさせていただこうかなと思います。えー これねえー、かなりいいかつい感じがしますけどね、えー、まあ,あのこんな感じでね、うん、やってます。ねまあ、あの普段はもねハットをか 被る機会が多いんですけども,もうキャスケットもね、えー、こんな感じでかぶ、えー、ってましてね他のモデルとも違いとかもありますし、えー、そういうこともね含めて、えー、少しだけね、えー、解説させていただこうかなと思います普段でんで、えーまあ、昨日もですね8はぎっていうか、えー、ジョニータイプっていうタイプをね、えー、ボビアドレザーの まあ定番というか、うん、そういう、うん、まあみんなから愛されている、うん、レザーハットをですねお届けしました、えー、それでですね、えー、この部分はねあれまたあれですけどこまず、まあ、これレギュラーの方のまあこれも商品なんですけど、えー、大体こう「萩」って言って何ってねな何やと思うよね「萩」って魚ちゃうよって感じで。 でこれはですねこのこうねこのクラウンって言ってこの王金のいうところこのこの割り付けっていうんですかねこれ大体八枚でふっくらさして、えー、キャスケットを作ってるんですけどもこれはですねまあはそれが六枚なんですね、えー、こうこうやって見てもらうわざ一二三四五六六枚六枚で なおかつね、あの、フォルムも若干ちょっと、あの、シュッとしてるでしょ <laughs> 大阪からやから、シュッとしてるって、分かりますかねスマートっていうか。うん、で、この、つばのところね、これね、ブリムっていうんですかね。ここもですね、若干こう、シュッと、長めのシュッとした感じで、どちらかというと、キャップはそうですね、野球棒とか、六はぎかな、大体。うん、それであのこ、こういうふくら、ちょっとこういうふうなふく、ふくらみはないですけどね。 うん、そういうような感じので、えー、これはですね、えー、でまあちょっとこういう感じでね、えー、ちょっと凝ってるんですよこれ実は何を隠そうで他のタイプはですね、えー、こ,こ,こういうところねこういうところは、えー、手縫いで糸1個ずつこうこ,こんなような形のもんでねもう今ちょっとそっちにあるからあれけど道具で。 1一個ずつこう精神集中しながらですね、えー、穴を開けていくわけですよ。で手縫いで糸でですねこう縫い合わすわけ。で、まあ、まあ多分ミシンやったら一瞬で終わるんやろうけどね <laughs> 多分まあこれぐらいの分厚い皮は多分よっぽどやろうと思うし精度もいるやろうからでこれをですね、えー、僕は1個ずつ穴開けてでこう手縫いで、えー、シュッとこうえー、感じで、えー、編んでるわけですよ。<laughs> でまあ大体これが定番でこれの分の大きい不安としたやつがあタイプが、えー、ジョニーとかいろいろ名前があったり、えー、プライド001かなここがちょっとこうなってるやつね。 うん、まああいいろいろあって、でで実はですね、でまあ、このタイプもです、ね、僕が多分日曜日とかね大体これヘッドホンして、えー、演奏してる時は、まあ、あのこれいたかぶってるんですけど、まあ、キャスケットでねハットやったらちょっとヘッドホンでけへんからね、うん、それでやったんですけどこっちの方はね、えー、まあ、えー、今リリースしてるのはこのヒョウ柄のね、えー、これはね、えー、プリントなんですけどこれはスウェードですね。えー <coughs> えー、っとピックレザーから豚ですね豚のスエドにプリントしてるタイプなんですねでまあ,あのそれをトリミングしてえー、ね作ってるんですけどねでまあここは小豆島のディアホームボタンね 鹿の角平田区は鹿の角を切ったボタンですね。ディアホームボタン。なんかえ,ええもんになんかやっぱり横文字にしたらええ感じよね。うん、そんな感じで、まあ、これはそういうナチュラルな感じでね、えー、してます。で、違いはですね、先ほどこちらの方ね説,説明させてもらいましたあ。こっち手縫いの糸でしょ。こっちはすべてオールーオールハンドステッチ。 ぽい感じかなうん、あの何て言うんですか革ひもで、うん、まあそれでサイズもですね今のところワンサイズですね5 7センチぐらいですかねだいたいそれぐらい、まあ、S サイズぐらいと思ってください567ぐらいでちょっとまあレザーなんでねあのあの多少伸びていくはくるんで馴染、まあ、体に馴染んでくるんでね うん、でまあこれはですね、えーまあ、少し、えーねあのー、普段のお帽子関係よりもちょっとだけね、えー、価格をちょっと抑えさせてもらってます。でですね、えー、も,もちろんこれのですね、えー、ディアスキンバージョンとかオールブラックとかオールブラウンとかあ,あと布は今ちょっとまあまああのー 仕入れたらあるんで、ねうん、まあいろんなバージョン持ってきますしだいたいだけどもう、うん、あ羊もいいかもしれませんね羊とかも柔らかいしちょっと柔らかめの方がくたっとはくるし育ちもいいやろうし馴染みもおいい感じで体になじま馴染み,馴染みますしねちょっとやっぱこうキャスケット機はねこう空間がね若干ほら膨らんでるでしょで空いてるいうんで、えー、まあ季節問わず。 うん、あのー、楽しんでいただけるかなという感じしますね、うん、ちなみにねこれ実はもうモデルとしては、えー、もうじ10年以上前のモデルなんですね、うん、僕のボ,ボ,ボビー・アトレンザーとしてはでそうですね初期の作品がちょっと一つ残ってるのがあるんでお見せしますねこれ原型ですわね えー、もう資料ですねこれ, <laughs> これディアスキンのヌメガあで当時作ってもうヌメガワやけどこうもう色があ焼けて、ねこうもうでまあ、ちょっとこ,う、あのー、この頃から比べたらやっぱり、まあ、あのその10年以上の,その、ね、い,ろい,ろいろんなものを作ってきてますからね、うん、やっぱりその技術ももちろん向上もしてますし、うんあのー、いろいろ改善しながらやってるんですね。 でまあ、えー、そんな感じで1、まあ、箇所だけ使ってるかなうんこちらの方とはまあ、ちょっと若干ね作り方若干変えてますうんもうこちらもう、まあ、こういう感じでねもうあの2トンでも全然構いませんしね、うん、あのなんかあのサイズ的にまあ S サイズぐらいでもいいかなっていう方がいらですね、えー、全然あのウェルカムなんで あの喜んでねあのご相談乗りますし、うん、でまあ例えば、まあ、今は最近は何もないやろうけど例えばもうおこのスタッズをねアートにするとかあまあそういういろいろなパターンもありますけどまあまあノーマルでも全然、えー、ずっとね愛用できますしね、うん、個人的にはあこれ横,横から見た感じが気に入ってますね角度はね。うん、で なんんていうんですか,、ねえー、なんかまあ正巧な感じするし、うん、まあ個人的にはあの、うん、僕は推しかな、うん、で、まあ、こちらはね今あの在庫としてありますし、うん、あのぜひねこれはゲットしてもらえればなと思いますねこれはブラックとの通ドですねこれは えー、黒のところはですね、えー、馬のねプルアップレーザーです馬側のプルアップレーザーのブラック使ってますね、うん、プルアップレーザーですあの何をこう着込,込むっていうかあ育てがいのある、うん、あのちょっとまあ化学的にもちょっとアッパーなんですけどね、うん、あのプルアップとかあはね、うんまあ、だけどお これも面白いかなと思ってまあディアスキンが一番馴染みはいいでしょうね。うん、あのこういうふ、ね、うなのね。まあちょっとあの価格がちょっとね2割ぐらいちょっと上がるかなどうしてももともとのあの何 <laughs> ですかレーザー自体のね素材もまあ,、まあ、まあまあするんで、うん、まあこれでもこれはまだこのヒョウ柄がですね、えー、少しね抑えられたんでね。 ヒョウ柄はね個人的にね、えー、どっあの好きなんですよ全身ヒョウ柄にもあれですけど、うん、個人的にヒョウ柄っていうのはあなんかこう黒にも合うし、うん、ワンポイントにはね、うん、あの取り入れるのはあ正直すあの好きですね。大体いい巻物とか僕あ普段はしてるんですけど。 あのその時もタイが氷柄系が多いですね。今思えばまあ氷柄ばっかりじゃないですけどね。うん。まああのそこに、えー、美しさっていうか、うん。まあその柄もね色々あるんですけども、ここの柄は明るめの柄なんですけど、うん、まあ画面でね映ってる感じとこう現物とやっぱこう若干違いは <laughs> あるんですけど、だけどあの僕は好きですね。うん。 まあそんな感じでね、えー、今日は六杯の、うん、このねこうキャスケットをですね、えー、ご紹介させていただきました、ねえー、まだあのホームページとかあの、ね、あのいろいろブログとかも載せてますんでね、えー、あのフェイスブックの方は、えー、上,上になるかな うんで、えー、YouTube ね、アーカイブをご覧の方はですね、えー、下の概要欄にね、リンク先貼ってますんでね、えー、ぜひ、えー、読んでみてください。ね、まあ、そんな感じでね、えー、ね、春がね、近づいてきましたしね、うん、やっぱりこう、新たな感じで、えー、ね、新たな装いっていうか、うん、そういうのにね、えー、こういうのを取り入れてもらうも、僕はありかなと思います。それでは、また。 えー、お会いしましょう、えー、ボビーでしたじゃあねバイ